はい、皆さんこんにちは。あんまり人気のない一人肉ぶっかけの時間帯、はい、だけどね、やっぱりね、もうちょっと続けてみようかなってことで、やっぱりね、はい、ロードショーの話もまだまだしたいし、うん、昔の懐かしいね、映画の話もしたいです。で、今回は、うん、ハロウィンまでまだちょっとあるんだけど、うん、そろそろね、ハロウィンに向けての宣伝が始まってるからね、映画ね、そうそう、話そうかなと、うん、なんかお家の変なさ、なんかのあるよね、ハリーポッターみたいなのとか、ね、ちょっと待ってみたいなですね、だけどまあ見ないと思うんで、うん、ただね、僕ね、これハロウィン映画というふうに言っていいのかどうかわかんないんだけど、うん、ものすごく素敵な素晴らしい映画があったんで、うん、この話をさ、トワイライトっていう、ヴァンパイアの、ヴァンパイア、あれもハロウィン系だよね、どっちかっていうと。まあね、ハロウィンの時にロードショーしてたよね、はっきり言ってね、やっぱそのシーズンになるとそれっぽい映画がいっぱい出てくる、うん、だけどさ、あのヴァンパイアってさ、なんかハロウィンっぽくないんだよね。ラブロマンスって綺麗だよね、綺麗な映画だったね、主人公の方。じゃあ行きましょう、ジョリーに首ったけ、これ言っとかないと忘れちゃうから、本当綺麗だから。ヴァンパイアがテーマって綺麗だよね、うん、でやっぱり主人公の女の子が、まあ、有名になったね、あの女の子だしね、まあ、その当時若い頃から出てさ、高校生ぐらいからやって、それで最後子供を産んでね、それでヴァンパイアの戦争するまでの間の戦いって素晴らしかった、すごい強いお母さんになったのね、で本当に最初はそのなんだろうな、ヴァンパイアの男の子に恋をしちゃって、ヴァンパイアもその何百年か前にね、要するにヴァンパイアにさせられちゃったんだけど、だけどどうしても人間の人とね、恋をしたいということで、結局結婚するんだよね、ところがヴァンパイアの世界からはいろいろ問題があって、それは許されないこと、で子供が生まれるんだけど、これ最後だからね、子供がそのハーフヴァンパイア、ね、これヴァンヘルシングって別に映画もあるんだけど、人間とヴァンパイアの要するにハーフの子っていうのは、その自分が生きてる間っていうのはずっと不死で、万が死ぬとヴァンパイアになるっていうね、ちょっと変わった存在、でヴァンパイアを滅ぼすというような存在で、それが最後の戦いするんだけど、子供を持ってね。とにかくこの映画見てて途中だれるんだ一箇所、で最後に、なんだっけな、ブレイキングドーンっていうさシリーズが2年続けてやるんだけど、それの1と2があって、1の時子供産んで、2の時に最後の対決、これがね、俺ね、今考えてもね、背筋が寒くなるまでなるほどすごい、ブレイキングドーン、もうあれ感動しちゃってね、やっぱり最後そのヴァンパイアとの戦いなんだけど、すごい戦いがあるんだ、だけど実際それ戦ってなくて、余地を見せる人間の女の子がその相手のヴァンパイアの棟梁トップにその余地を見せてやめさせた、いやでもね、この映画はすごいなと思った、ヴァンパイアの美しさ、すごさ、綺麗だよね、ヴァンパイアはね、綺麗なんだよな、だから狼男とさ、ヴァンパイアが、反目戦とか最後仲良くて戦うんだけど、どっちもね、ヴァンパイアもさ、人間の血は食べないっていう、飲まないっていうさ、やっぱり一種のグループで、あれ、ベジタリアンのヴァンパイアっていうの、なんか人間は襲わないヴァンパイアと、なんか献血のセンターから買ってくんだろ、あとは動物の血、そう、動物のやつ、そうそう。だけどひどいのはさ、ローマかなんかとかさ、あっちのローマじゃないか、ヴァンパイアの住んでるさ、トランシルバニアがあっちの方を訪れた、肉食のヴァンパイアたちが観光客そこに呼んで礼拝堂見てる際に、みんな吸っちゃうっていうわけのわかんないさ、すごいよね、まあでもね、ハロウィンっていうのは僕ね、あんま好きじゃなくて、ハロウィン映画って怖い映画もいっぱいあったよ、でも怖い映画が好きとか嫌いっていうかさ、何のため見んだかわかんないんだよ、まあね、お化け屋敷行くのみたいな、そう、なんか目的がね、私もね、なんかヴァンパイアの映画好きなんだけど、他のゾンビとか好きじゃなくて、だから怖くないゾンビさ、あれするのかな、その年によってさ、流行りがあるじゃん、今年はなんかゾンビの年とか、今年ヴァンパイアものの年とかで、その年によってあるけど、ヴァンパイア綺麗だからいいなと思って、あとヴァンパイアものじゃない、すごく思い出が残ってるのは、レッドフードなんとか、赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃん覚えてる、レッドフードなんとかって言うんだけど、やっぱりいい役者がやってて、有名な役者がやってて、最後お父さんが結局ヴァンパイアなんだけど、結局そこら辺のところがこの2つが、ね、リンクしてるんだよ、お父さん同じじゃなかったかな、リンクしてて、片方はお父さんがヴァンパイアになって、でもなんか 助けてくれるのかな、でもう片方はそうじゃなくて息子がヴァンパイアになってとか、わけわかんなくて、だからそこら辺のことを考えると、この2つリンクしてみると面白いです、まあ今年はハロウィン映画見ないね、見ないと、もうだからハロウィン終わらないと何にも始まんないって感じがしてきたね、やっぱ通常も見ないよね、ハロウィンの映画って、ハロウィン時って面白くないんだよ本当に、なんだろうな、もしね、アダムスファミリーがやってたらなんか見たかったなっていうね、リメイクしてほしい ねアダムスファミリーね、あれ面白かったからな、いやだからね、そうやって見るとそのブレイキング、要するにさ、トワイライトも終わっちゃったから、ね、なんと見えないんだけど、ね、あの先に素晴らしかったからね、綺麗だったね、綺麗な映画だったよ本当に、
主人公も綺麗だったけど、うんうん、ね、あの世界観がまた良かったね。そうそうそう、みんなねいい役者なんだ、結局あの当時にデビューしたのはいい役者なんだけど、うん、でヴァンパイアがみんな綺麗だね、狼男たちはたくましいし、うん、あと何気に私怖い系の映画だと、うん、あれもアダムスファミリーも結構あれ好きだったんだよねだからさあれ怖くないじゃんでもほらお化け物じゃん一応ハロウィン系の、あまあね、だからアメリカのハロウィンってさ実際はさお化けって怖くないんだよねあんまりね、うん、ただあれだよスキアリーだよ、うん、結構そのデコレーションは、まあ、デコレーションはそうね、子供がさなんか遊んでる最中もさなんかとてもじゃけど子供の遊びじゃないような遊びするわけだし、そう、うん、なんかね、あの水泳のやつなんかもそうだったね、なんかね、あすごいよね、やっぱあれ面白かったな、うん、そうそうそう、本気でなんかさやってる、赤ん坊殺そうとしてるしね、いつも、うん、本気で殺す、だからあの時の俳優ハゲな役者があのドク博士だからね、あそうだね、レクターだけど、ね、そうそう、ね、40歳みたいな、40代ミューちゃんと同じぐらいのドク博士なんだよね、あの人昔から若い頃のあれが全然わかんない人だよね、そうだね、うん、まあそういうわけでね、まあ、この秋の映画ってのはハロウィンに代表されちゃうんだけど、うん、それを考えるんだったら俺はさ、そのトワイライトの1から5、うん、5と5の1、5の2かな、これ全部ねもう一度見直してみたら最後がもうとにかくあの戦いは印象的だよ、うん、でヴァンパイアをどうやって殺すのかの話にしてもさ、うん、印象的すぎちゃって、ね、やっぱりなんだろうね、ああいう映画って日本では作れないんだね、作れないじゃん、やっぱ文化が違うからさ、あれだけの役者も出せないでしょ、いないよね、あの当時やっぱりさ、あのハリーポッターのハーマイオニーとあの女の子、うん、あれがどっちかってところにさよく話題になったけど、どっちもすごいじゃない、うん、どっちも素敵だね、あのね本当にね美しいっていうかさ、あの顔が可愛いとか綺麗とか美人っていうんじゃなくてね、これ、うん、クリスティン・スチュワートっていうんだけどこの女の子、あとロバート、パティンソンっていうさあの主人公の男の子、これもその後いっぱい出たけどね、うん、そしてテイラー・ロートナーっていうのはこれはあのその後ジェイコブやったんですよね、うんうん、だからこういうやつらがやっぱりその後にさってもまた別に大活躍してるあたりはもっとね、うん、やっぱ映画ってすごいなと思った。その後もねなんか甲冑着たさその女の子の方はなんか映画でしたよね、ホワイトスノーだっけ、なんか言うけど白雪姫かなんか、スノーホワイト、なんかホワイトスノー、白い雪だ、白い雪、白い雪、うんね、白い雪の夢って前に、あその時にほらあのソーのさあれが出てたじゃん、主人公が、だこれもね印象に残ってる、うん、やっぱりそこから抜擢されてビューティー&ビーストどっちがやるかっていうんで結局はあっちになったハンマヨニー、ハンマヨニーとかね、うん、まあこの二人がまあ今30代になったのかな、まだ20代後半かな、ね、の、 あの女優としては最高でしょ、 それ以外にやっぱりスターウォーズとかさああいうのが出てきた女の子だとどう絡んでるかなんだけど、うん、SF もののねファンタジーと SF に分かれた感じだよね、うんうん、まあぜひねこのねあのホラーの流れっていうのは俺はあんまり好きではないんだけど、うん、このトワイライトのシリーズに匹敵するものだったら見たいな、そう、ね、うん、でもトワイライトゾーンって昔だったね、あったよ、うん、あれもなかなかちょっと独特で、あれはまあテレビドラマでねあったんだね、うん、トワイライトゾーン、うん、昔は短編集、ね、そうそう、トワイライトゾーンってのは一番あの古いのかな、で同じものミステリーゾーンとかあれはねリメイクなの、トワイライトゾーンの続編を日本が入れるときに、ね、そういや最初がトワイライトゾーンなんだよ、うん、それでミステリーゾーンっていうのがやっぱ同じように来た、ただそれをリメイクして名前変えてるだけで、うん、内容は使いましたんだよ、うん、実はね、でその後また今度関係なく新しく名前考えなきゃいけないと40年代にウルトラゾーンっていうのを使ってた、うん、あとクリープショーとかもさ結構さ、あクリープショーはスケアリーだったね、スケアリーのストーリーとか、うん、ツボにそれぞれさ怖さの都合をね、クリープショーは今思い出があるのはみんなでクリープショーを見てさすげえ怖いねっつってゴキブリのやつとかさいろいろ見て、うん、ね、あの道路で黒人をさ不倫した後にあの浮気した後にさ黒人跳ねちゃって、その黒人がずっと付きまとって帰ってきて、うん、要するにあのなんだあの車のね車庫で最後出てくるっていうのね、うん、あったんだよ、それを見たその日にその日の夜に、うん、ディズニーランドみんなでこっちで行ってアメリカで、うん、帰りに黒人跳ねたのタクシー、うわーこれやばかったよ、やばいよちょっとそのシーン、やばいよ黒人跳ねちゃってさ、うん、で当然だけど、うん、その黒人跳ねたその日俺さほらあのなんだっけ肺炎のさ有名なさその排水士であの病院運ばれてた時で、みんな寝れないって言うんでさ、しょうがないから三国志の話夜通し下げて具合どんどん悪くなっちゃったっていうのがあったんだね、まあだからクリープショーもあったね、それは面白かったですよ、ほんとね、ツボをついてたね、やっぱりね映像ではなくてシナリオで持ってくしかないから素晴らしいな、あと地球に降りた地球の宇宙船小人のやつもね、本当だったね、部屋に
皆さん時間になっちゃった、うん、それではね、また来週です。どうもありがとう。続きますよ。まだこの番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。